うっかりチューナーを持たずに練習に来てしまったでも大丈夫ウクレレ友達に一ちの音ちょうだいで 同じ音に合わせればいいですよね。でも、ヤンンとも付き合ってもらうのは気が引けるな。こんな時にも困らないために、ウクレレについて知っておきましょう。ウクレレの音はこのようになっています。 ここがチューニングした音 A, E, C, G です。どこも押さえない解放弦です。ここで注目してほしいのは、例えば A の音は、ここにも、ここにも、ここにも、あります。これはどういうことか、と言いますと、ウクレレのフレットは半音ずつ高くなるように打ってあります。 ですから、弦一本だけでも、C, D, E, F, G, A, B, C。つまり、ダレミファそらしドが弾けます。ウクレレだけでなく、ギターや、マンドリン、バンジョーなども同じです。本題に戻りますが、一弦の開放弦の音を、友達からもらったので、 一弦の解放弦と二弦の5フレットの音を合わせます。二弦の5フレットを指で押さえた音と一弦を押さえずに鳴らした音が同じ高さに、つまり二弦の解放弦が E の音になります。次は二弦の解放弦と三弦の4フレットの音を合わせます。三弦の解放弦は C の音になります。四弦の解放弦は G ですが、ウクレレにはロージー弦とハイジー弦があります。通常はハイジー弦が貼ってあります。ウクレレを複数本持っている人がロージー弦に張り替えて演奏されているようです。四弦がハイジー弦の場合、四弦解放弦を 2弦の3フレットの G の音に合わせます4弦が同じーー弦の場合4弦の5フレットを3弦開放弦の C の音に合わせます4弦の開放弦は G の音になりますこれで全ての弦の音が合いました1弦の A の音をもらうことでチューニングできましたね1弦の A の A 音は、 ピアノや音歳から拾うこともできます。ちなみに、ウクレレの一元の A の音の周波数は 440Hz です。チューナーが見当たらない時だけでなく、覚えておくと役に立つと思います。チューナーを使わないチューニング方法でした。ウクレレもチューニングできました。いよいよ演奏の段階に入りましょう。 次回は、ウクレレの構え方いろいろです。